皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。グローバルボーイズグループ、上腕が、9月8日に開催され、K、K-POP 音楽授賞式、2024The Fact Music Awards, TMA, にて、ファン投票によって毎年1組だけが選出される、TMA ポピュラリティアワード、そして今年目立つ成果を上げたアーティストに贈られる、アーティストオブザイヤーを受賞し、2冠に輝きました。 TMA は、韓国のインターネットメディアのザファクトおよび同社運営の k p o p アイドル・アーティスト応援グローバルコミュニティサービスのファン・エヌスターが主催主観する音楽受賞式。ザファクト・ミュージック・アワーズ、略して TMA と呼ばれ、7年目の今年は TMA 初の海外開催が実現。日本に初進出した受賞式が、2日間にわたって京セラドーム大阪で行われました。 そうそうたるアーティストが一堂に会する中、8日のデイ2に登場したジョーアンは、ステージでは、パワフルなダンスナンバー、トリガー、を熱気あふれる気迫のパフォーマンス。そして、今日のためのオリジナルの構成で、今年5月にリリースしロングヒットを記録したシングルから、ラブシーカー、テストドライブを力強く、時にキュートにパフォーマンスしました。各賞の受賞が発表される中、 これまで BTS やスーパージュニアが受賞してきたファン投票によって毎年1組だけが選出される栄誉ある賞 TMA コピュラリティアワードで司会の少女時代ソヒョンからコールを受けた上腕。日本アーティスト初の快挙さらに唯一ファンの熱意により大賞が決まるこの受賞にリーダーの与那城賞は JAM ファンネームの皆さんのおかげで素敵な賞を得ることができました 僕たちもまさか1位を得ることができるなんて、本当にびっくりしていますと感謝を伝え、白岩るきはたくさんの投票をありがとうございました。ジャムの皆さんのおかげで、こうして素晴らしいステージに立つことができました。ジャムがいる限り、上腕はずっとジャムのそばに居続けます。今日もたくさん愛しています。また、すぐ会いましょうとメッセージを送りました。河野純喜は韓国語で、 こんな素晴らしい賞をいただけて、すごく嬉しいです。よく寝て、よく起きて、よく食べてください。そして僕たちずっと思い合っていましょうと投げかけ、会場に集まったジャムも完成で応えました。これだけにとどまらず、自身の1年の活動が評価された、アーティスト・オブ・ザ・イヤーも受賞し、見事に冠を達成。鶴房シ音ンが韓国語で、 このような賞をいただけてすごく光栄ですし、感謝しています。愛しています。とスピーチしました。上 o は10月2日、水曜日にリリースするナインスシングル、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴーのタイトル曲、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴーが、明けて9月9日、月曜日、0時より各種音楽配信サービスにて、音源先行配信スタート。 さらに、18時には待望のメガボルトの公開も予定。栄冠の勢いままに、ニューシングルの活動にも期待が高まります。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。